マングローブオオトカゲは、爬虫港有林目オオトカゲかオオトカゲ族に分類されるトカゲ。別名マングローブモニター。種商名インディカスは、インドののいだが、インド共和国には分布していない。アメリカ合衆国、インドネシア、オーストラリア北東部、ソロモン諸島、パプアニューギニア、パラオ、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦全長120センチメートルだが、地域によっても異なり、 飼育下では160センチメートルを超える個体も確認されている。色は黒く、背面には白や黄色の斑点が点在する。死は長く、指には針状になった爪がある。尾は縦に扁平で、水中では尾を使い泳ぐこともできる。分布域が広くまたそれらすべてが当初のため、体色や反問、全長体型の地域変異が大きい。本種の地域個体群から、 独立種となった種も多い。また現在も本種の中には未だ記載されていない種や種を内包されていると考えられている。和名や英名の通りマングローブ林をはじめとした水辺や海岸にある森林に生息する。水に入ることも好みを余ぎもうまい。植生は動物食で昆虫類、節足動物、甲殻類、貝類、魚類、爬虫類やその卵。 小型鳥類やその卵、小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は卵生。本種はペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。性質は臆病で、飼育にあたっては高さのある大型のケージが必要になる。しかし飼育そのものは難しくないようで、中型オオトカゲの中では飼育入門種として紹介されることもある。地域変異が豊富なことから、 産地名がついて販売されたり、地域別に飼育されることもある。ありがとうございます。